も、シャメイマルアヤです。今回は67代目、三条天皇の解説です。藤原の道長は一条天皇と協力し合って政治してたけど、三条天皇とはどうかな？孫王子の敦平親王が生まれてますし。でも、衝突は避けたいでしょうし。結局は天皇次第よ。道長も天皇には逆らえないし。道長と共に国の舵取りを行った三条天皇を解説しましょう。三条天皇は976年生まれで、名前は沖貞。母は藤原の兼家の長女、長子。冷泉天皇の第二皇子で、火山天皇の異母弟です。父が上皇の時に生まれました。7歳で母を失って以降、外祖父、兼家に養子が酷似し風格があったという理由で、兼家の愛情を受けて育ちました。986年、沖貞親王は兼家の後押しを受け、一条天皇の即位と同時に、11歳で立太子します。天皇より4歳年上であったため、逆さの儲けの君、と言われました。一条天皇は沖貞親王の重邸です。過去に、弟の建宗天皇を兄が支えてた時もありましたけど、ある意味年下の上司がいたようなものですよね。沖貞親王にとっては気まずそう。1011年、一条天皇の上位により、36歳の沖貞親王はようやく即位できました。皇太子には藤原の彰子の子、敦平親王が選ばれました。さて、先帝と協力して失政し、権力を高めた藤原の道長と、三条天皇の関係を単刀直入に言うと、疎遠な状態から始まり、悪化していきました。まあ、道長も人間だし、誰とでも仲良くできるわけじゃないと思うけど、血縁があるのになんで疎遠からのスタートなんだ？まあ、天皇と道長の疎遠な関係は、即位前から運命づけられていたようなものです。理由は、三条天皇の母、長子が即位前に亡くなってしまい、二人の間を取り持つ人がいなかったからです。一条天皇の時だって、道長の姉で天皇の母だった戦士が、コレチカ派の天皇を説得したおかげで道長が登用されたわけですし、やはり身内の影響力は大きいのです。これが、天皇 VS 道長の原因となりました。また、三条天皇は親王時代の991年、藤原の成時の娘、正氏を妃とし、敦明親王を含め、即位前に6人の子を授かります。これは、成時と道長の権力争いになりそうだ。いえ、成時は995年に死去してます。敦明親王誕生の翌年ですね。要するに、正氏は後ろ盾が天皇しかいないわけね。一条天皇の皇后宮だった定子と同じね。即位の翌年、道長は侍女、剣士を受代させ、中宮としますが、三条天皇は皇太子時代からの妻である正氏を皇后とし、一帝二皇状態となりました。天皇が一帝二皇にしたのですか？はい。剣士が中宮となった2ヶ月後に正氏が皇后になりました。道長からすれば天皇に喧嘩を売られたわけです。天皇からすれば、正氏は水氏、原氏が創生する中、常に隣にいてくれた最初の妻ですが、とにかく、道長は売られた喧嘩を買うことにしました。しかし、さすがに公の場で天皇を批判することはできません。良い手を考えていた道長は、ある情報に目が止まります。何？皇后様の立候は、昭和元年4月27日に決まったのか。そういえば、娘は2月に中宮になったけど、三代はまだだったな。これだ。娘の三代の日を4月27日にしよう。なんでそんなめんどくさいことするのよ。わざと皇后と娘の三代日をかぶらせる。そして、貴族たちがどちらの三代を祝いたいのか、陛下に分からせてやる、と考えたのです。それに伴い、道長は他の貴族に対し、立候式には行くなよ、と、無言の圧力をかけました。これ、選ぶのかなり難しくね。片や日本のトップ、片や朝廷の最高権力者だろ？どちらか選んでも、選ばれなかった方から睨まれるんじゃ。違いますよ。仮に一方から恨まれても、もう一方がかばう構図になるので、自身の立場が脅かされるような選択ではありません。要するに、天皇か道長、どちらの方が朝廷内の影響力が大きいのかがわかるだけのことです。それならいいのですが。ただ、さっき道長が貴族たちに釘を刺してましたし、
少なくとも公平な勝負にはならないですよね。あ、別に公平じゃなくてもよかったですね。結果が全てなので、公平性や過程は不問です。そして、運命の4月27日を迎えました。まずは、道長司祭の献祀三大式。道長をはじめ、多くの貴族たちが東三条邸に駆けつけて献祀を祝い、式は盛大に行われました。献祀は、実家の東三条邸から皇居へ向かう道中を多くの貴族たちに見守られ、式は無事終了しました。道長の方は大盛況だったわけね。そして、天皇は？皇后の立皇嗣も同日中に行われました。結果は、大臣不参加。参加した貴族は4人だけで、最高官位は権大納言、式の進行に必要な役人もいなくて式は省略やごまかしばかり。ものすごく寂しい立皇嗣となりました。とりあえず天皇と皇后が悲惨な目に遭ったことは分かった。それだけでは説明不足なので、もう少し詳しく解説しますね。そもそも、今回の立皇嗣は三条天皇の勅命なので、病気などでない限り、大臣を含め全貴族が参加するのが常識なんですよ。もっとも、今回は貴族の頂点である道長が妨害したわけですが、式の当日、代理にいた貴族は藤原実助、金平、高家、道藤の4人だけでした。一番高い官位でも、実助の権大納言で、他3人は中納言レベルです。大臣と大納言不在は前代未聞です。しかも、実助も当初は道長の方に行く予定だったのを、勅命を受けて仕方なく病気の身で立皇嗣に参加したわけなので、実助次第ではもっとひどくなってました。実助の存在は、天皇と皇后からすれば心強かったでしょうね。しかし、式の進行に必要な役人もいなかったので、式は実助主導のもと、省略、ごまかしもしてなんとか終わらせるというありさま。大方、役人は道長に駆り出されていたか、立皇嗣に出ないよう道長に圧力をかけられていたとかでしょう。また、どんな儀式にも必ず下準備が必要ですが、道長の圧力を恐れた貴族たちのボイコットにより、準備もまともにされてませんでした。天皇が受ける仕打ちじゃないでしょ。立皇嗣は準備不十分、参加者がごく少数、式の内容もグダグダという、あまりに無残すぎる結果に終わりました。その時の天皇、皇后の心情を表したかのような、雨の降っていた日のことでした。天皇にとってはトラウマものだし、道長を憎むにも十分すぎる内容だ。明暗の分かれた二つの式ですが、裏ではもっとひどいことが起きてました。天皇は、東三条邸にいた貴族たちに直使を送り、立皇嗣に参加しろ、と呼びかけますが、道長派の貴族たちは直使を嘲笑い、石を投げる人までいる始末でした。行きたくないなら普通に断ればいいのに、なんでそんなひどいことを。本来貴族は全員参加が原則の天皇主催のイベントに人がいなくて、その人たちは左大臣主催のイベントに参加。天皇が道長に人員派遣を頼むような行動が、道長派の貴族には滑稽に思えたでしょう。これではどっちが国のトップかわからないな、と。財力や政治能力、貴族への影響力は間違いなく道長の方が上でしょうね。天皇は式後に、朕は皇太子時代が長かったせいで物事を知らず、一度天皇になれば全て意のままになると思っていたが、貴族は左大臣の顔色を伺い、勅命に応じようともしない。式では世話になった、と、実助、助平親子に感謝しました。天皇からの信任を得たのか。しかし、実助は道長との正面対決はせず、筋を通す態度を貫きます。また、三条天皇も助平を九郎殿等に任じると約束しながら、道長に配慮してうやむやにしてしまうなど、天皇の信任効果はありませんでした。天皇が道長に配慮したら、それこそ国のトップが誰なのかわからなくなりますよ。一方、三大式同時開催は道長の思惑通りに進み、天皇は赤っ恥をかかされました。式後、二人の関係に亀裂が走り、政治が停滞したのは想像に難くありません。しかし、そんな二人の関係を改善させうるチャンスが到来します。献祀が妊娠したのです。もはや子供云々で改善できる関係か？中宮となった翌年、献祀は定子内親王を出産しました。これにより、三条天皇と道長の関係改善の道は途絶えました。なんで悪化するのよ。めでたいことじゃない？仮に男の子が生まれていたら、天皇はもちろん、
道長も将来の天皇候補として、その子を大切に扱うでしょう。天皇と道長が協力することで関係改善ができたかもしれません。しかし、女の子は皇位継承に絡みません。道長は定子内親王を愛情込めて育てましたが、女の子と聞いた時だけは不機嫌な表情をしたそうです。なんだかんだ、道長も天皇との関係を気にしていたのですね。ただ、子供が生まれたのですから、不機嫌な表情は自重してほしかったです。これを受け、道長は今後の方針を転換。三条天皇との協力を諦め、退位させて皇太子の敦平親王を天皇とし、外戚関係を強めることにしました。気持ちの切り替えは早いな。2014年、道長にとっては幸運な、天皇にとっては不運な出来事が起こります。天皇が重度の眼病にかかり、政治は愚か、日常生活にまで支障をきたすようになりました。原因の一つとして、仙丹を飲んだ直後から視力が悪化したとか、仙丹の主成分は硫化水銀、硫化ヒ素などの毒物です。急激に視力を落とす毒物があったかはわかりませんが。この時代にもまだ、不老不死の概念があったのね。一応、当時でも入手可能で、失明させうる毒物としてトリカブトがありますけど、薬学に詳しかった鑑真の失明理由にも、トリカブトの死因が挙げられています。目が見えなくては、政治もまともにできないでしょう？そろそろ、ご自身の身体を考えるべきでは？道長は眼病を利用し、しきりに攘夷を進めました。まさか、道長が仙丹を飲ませるよう誘導したのですか？可能性はゼロではないですが、眼病の原因もはっきりしてないですし、一歩間違えたら服毒自殺になってしまう手法を道長が用いるとは思えませんね。真相は闇の中です。天皇は眼病治癒のために、薬の服用と火事祈祷を行いますが、効果はなし。残る手段は神社での祈願のみでした。天皇は諸社への祈願を2014年6月に実行することを決めます。しかし、ここでも道長が裏から妨害します。祈願当日になるとお供する貴族が、病気や占いを理由にお供できず、祈願が頓挫。それを計7回繰り返し、ようやく祈願にこぎつけたのは、計画実行から3ヶ月後の9月でした。そこまでして天皇を妨害する道長の行動には、いっそ清々しいとさえ思いますよ。ようやく祈願してもらえた天皇ですが、お祈りで治癒するはずもなく、最後の手段も失った天皇は絶望するほかありませんでした。眼病治癒失敗以降、天皇は尻滅裂な発言を連発しました。道長は朕を無理やり攘夷させる気だ、と言ったかと思えば、道長に、摂政に準じた政務を行え、と指示を出してます。目を直す方法がなくなって混乱してるわね。道長の精神攻撃もあって、心身ともに疲弊してるはずだから、無理もないけど。仮に、サネスケから攘夷を進められていたら、天皇の気持ちも多少は揺らいだかもしれませんが、いい印象のない道長に進められたせいか、三条天皇は病後も政務を取り続けます。しかし、そんな天皇に追い打ちをかける事件が発生します。やめて。三条天皇の心のライフポイントはもうゼロよ。眼病発症の年とその翌年、内裏が二度消失しました。二回目の火災は、内裏再建完了からわずか2ヶ月後に起きました。天皇が絡んでたの？一番やらかした可能性が高いと思います。視力低下後も政治してたので、天皇がろうそく台にぶつかったとか、夜中、手に持っていた明かりを落としたり周りに引火させたとか。思い当たる手段はいくつもあります。二度の内裏火災は人々が、三条天皇の、天皇としての素質を疑うきっかけとなり、天皇自身も、眼病を患い、二度も内裏を消失したことで深く落ち込みました。しかし、道長の精神攻撃はより強まっていきました。陛下。世の人々は内裏火災以降、陛下に君主としての徳があるかどうかを疑っている状況です。悪いことは言いません。そろそろご自身の身体を真剣に考え、動くべきです。ついに、三条天皇はメンタルがへし折れ、持病の悪化もあって、攘夷を検討します。それに伴い、天皇は道長に、次の皇太子は、朕と皇后の子である敦明親王にしてほしい、と、最後の頼みをします。道長は、承知いたしました、と、天皇の頼みを引き受けます。三条天皇はその返答に満足し、2016年、皇太子の敦平親王に攘夷し、上皇となります。翌年に出家しますが、同年に42歳で崩御しました。
看病や道長の精神攻撃で、身も心もボロボロだったでしょうね。さて、本来はここで墓や元号の話をしますが、少しだけ三条天皇崩御後の話をします。道長は天皇の頼みに沿って、皇太子に厚明親王を選びます。しかし、道長は彼の立太子には反対でした。なぜなら、厚明親王は道長との血縁関係がなく、彼が即位すると道長は外戚関係を失います。なので、厚明親王は道長にとって、絶対に天皇にしたくない人なのです。しかし、三条天皇にはさっさとご退場願いたい上、厚明親王立太子を阻止するための対案がない、というか出せない道長は、天皇の頼みを受けざるを得ませんでした。せめて、三条天皇と剣士の間に男の子がいれば。だからといって、このまま引き下がる道長ではありません。親王にも、お前はお呼びじゃねえ、と、無言の圧力をかけます。他にも、皇太子に渡すべき壺切りの蜜剣を渡さないなど、実力行使さえしました。諸官人は道長の圧力を受け、皇太子関係の官職につくことを避ける始末でした。その結果、厚明親王は自ら皇太子を辞退しました。一応、14歳も年下の天皇の皇太子では、次期天皇として即位できる可能性が低いという建前もありましたが。また道長の圧力による被害者が。一応、親王は道長の計らいで準太上天皇と、道長の娘をもらってます。道長からすれば、それで済むなら万々歳です。代わりの皇太子には誰がなったとかは、次回解説しますね。三条天皇の墓は、北山の御笹木です。御院の名称から、三条院と追号されました。42歳で崩御、在位期間は6年です。在位中の元号は、寛弘、長和です。では、個人エピソードと家族紹介のコーナーです。個人の話としては、上位の際に読んだ和歌が、100人一首に選ばれたくらいですかね。家族については、4人の妻と7人の子供がいました。うち6人が皇后の子です。剣士は結局、定子内親王出産以降子を授かりませんでした。以上、三条天皇の解説でした。前回私が投稿をせかしたのに、一週間もかかったのね。まさか18分近くになるなんて予想外でした。眼病の話で長くなったな。今回は、天皇への道長の嫌がらせが盛りだくさんでしたね。正直、三条天皇は運の悪い天皇だったと思いますよ。道長と分かり合えるチャンスはいくつもありましたから。まあ、申請したかった三条天皇と、自分が政治したい道長では、いずれ衝突してたかもしれませんけどね。次回は、68代目の天皇解説です。ついに孫王子が即位し、道長は外戚関係を生かし、完全体となります。ぜひ見ていただきたいです。それでは、ここまでのご視聴、ありがとうございました。